消そう。しかも聞いてほしい、今日ベッドめっちゃギシギシするんよ。もう動くたびめっちゃ怖いこの音本当に聞こえますか？めっちゃギシ、これこさちょっと動くだけですっごいギシギシ。青いなこれ、ミルクココア、さっき買ったかわいい、ハートありがとう。いやなんかそう、あ今日一人なんよ。そう一人でね、ご飯を食べてなかったけんコンビニ行って、そしたらもう本当にコンビニ15分ぐらいいたんですけど、何が食べたいのか自分が分かんなすぎて、で自分が今お腹が空いてるかもよく分からんくて、でなんかお腹空いとるはずなんやけどな、え何が食べたいんやろ自分、えでもなこれじゃないな、これじゃないな、これじゃないなって言ったら本当に何を買ったらいいか分かんなくなって、えそう絶対胃は空腹なのに今何が食べたいのか分かんないみたいな、あるよねこういう時、なんかこれみたいな、今日はこれ食べるみたいなのがなくって、で私ずっとコンビニで迷った挙句結局飲み物だけ買って帰ってそうありがとうだるま。そうなんか何食べたいか分からん、お茶漬け、いやお茶漬け買うか迷った、なんかお茶漬けのなんかがあってお茶漬け、お茶漬けのなんかとかお茶漬けがあって迷ったけどやめた。うん難しい、何食べたいか笑、お腹空いてないか、どうやろう、分からん胃に聞いて何食べたい、でも胃は肝心けんね、あお腹空いてますか、お腹空いてますか、しらグーグー、なったらすいたということで、今日はですね息をする心がね初解禁されるということで、あの音っていうか、あの MV じゃなくって、音源が 初解禁今日される。で23時、そのあのちりめんパーティーかなで初めて解禁されるとのことで、まだまだですね、だって今9時半ですから、あ36か、そうジャケット写真とアーティスト写真はツイッターで、ちょ私もびっくりしましたよ、だって見たことない自分が出てきたから、うわーなんだー私もあのタイミングで皆さんと一緒に同じタイミングで何ですか、あのアーティスト写真を初めて見ました、このアーシャになったんやみたいな、そうそうそう雰囲気違うね、
決定したやつ知らんよ。知らん知らん知らんし、見たい。それはそう、見たいわ。なんかみんななんか雰囲気違う感じがした。ありがとう。どんなふうもう分かんないですよね。だってまだみんな息をする心ってタイトルと、あと音源がまだ今日公開されるからまだ音源はみんな知らなくって、であのジャケット写真だけだからどんな曲なんだろうってなりますよね、あれを見て。そうですよね、どんな、まだ分かんないですよね。音源知らんで収録したん？どういうこと？知ってますよ。知ってますよ。今日公開されます。されますされます。ありがとうございます。どういうことだ？クマ。ありがとうございます。独り言のような感じ。いや、独り言って結構特殊な感じしない？私の中で独り言はなんか特殊な感じする。なんかなんて言うんだろうね、曲な感じ。転調する曲、STU でも転調する曲多くない？あ、最後ぐらいか、サビとか。独り言は途中からワルツみたいになるんよね、サビから。そう、三拍子なんですよ。でも普通の何ですか、普通のサビじゃないところは4。三拍子好き。新曲衣装違うのはなんかいいが、あれ、あ、まあ衣装なんですけど、ジャケット写真の衣装って感じですよ。はい、新曲の衣装、なんかいつもジャケット写真はジャケット写真用の結構衣装って感じがします。なんでヘタレたちはもう多分ジャケット写真用だけのあの衣装だったんですけど、あとはなんだっけ。花は誰のものは制服だったな。今回の振付師はどなたですか？ちょっとまだ、まだ公開されてないですよね。ゆえまだ秘密です。また変な音したんだけど、何の音なんだ？カチーみたいな音する。あ、空調の音か。なんかさっきからめっちゃ変な音するの。怖い怖い、いやいや。
なんもいません。怖い。幽霊。絵の裏は見ないで。待って、絵が飾ってあった。それ言われんかったら絵飾ってあること気づかんかったのに。絵飾ってあった。知らない方が幸せなことあるじゃないですか。これがそれ。ん？それがこれ。3月から声出し解禁。そうなんですよ。声出しですよ皆さん。さあでも STU をさ、コロナ禍からさ知ったよって人はさ、コールとかさ STU でしたことないよって人も多分いるんじゃないかな。声出ししたことない。マイキューっていう、マイキュー、マイキューです。あ、でも自己紹介の時にみんなにマイクを向けてマイキューって返ってくるのは嬉しいかも。返してください。マイちゃんかマイキューか、マイキュー、マイキューです。瀬戸内に舞い降りたのはマイキュー。センキュー。愛媛県出身マイキューこと中村舞です。よろしくお願いします。お願いします。ヘタレタチオにコールあった。ヘタレタチオはさ、イントロもアウトロも感想も全部あの何でしたっけ、セリフがあるんですよね。なんでヘタレタチオってあるのかな。ヘイとかならなんかいけそうだけど、コールっていうコールできなそう。どこでできるんだろう。セリフにかぶせられたら泣いちゃうもん。期待されてないってすっごく楽なんだよね、ジャージャーみたいな。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ、もう泣きながら、こういうの向いてないし一生懸命やらなくていいみたいなになる。いいね、ありがとう。鼻だれのどうなるか。鼻だれはない方、ないかな。わかんない、わかんない、ないかな、どうだろう、うん、鼻だれはちょっとな、違うかな。誰かくしゃみしました。え、そう、なんか廊下の向こうからくしゃみが聞こえてきた。壁が薄い。私さっきさ、あの配信前ここでさ全力で歌っとったんよ。やけんさ、自分のさ歌もさどっかの人に聞こえとんかなとかめっちゃ今思ったわ。
薄いよね。もう。隣もメンバー？そういうのは分からん。あんま分からん。隣じゃない可能性あり。老化説ある。部屋割り？いや、一人部屋なんですよ。なんで？そうなんです。ありがとうございます。誰も泊まってないのに声が、もう本当にこういうコメント嫌だ。まあ本当に嫌なんですけど、ルームツアーしましょうか。してあげましょうか、ルームツアー。ルームツアー言うてもまあ一人部屋なんでね。どうしよう、いきなりココアが降ってくるかも。ギリギリに起きすぎて。場所張りするからやめて。もどかしい、もう嫌な、嫌だ。嫌だ、もう、もう嫌だ、もう嫌だ、ダメだこりゃ。はあ、無言。無言でいる。もう今日もう無言でいてもベッドがギシギシ言うから嫌になっちゃう。めっちゃギシギシ言う。1時間無言でも見てられる？そう。やってみようかな。パキンパキン、ありがとう。今の音はもうみんな本当に音に敏感。なんか物そこら辺の冷蔵庫がパキンパキンって言った。もう何なのみんな。本当にもう全部音がしたら何今の音、何今の音、何今の音みたいな。もうなんか部屋がさパキとか言う時あるやん、たまになんかこうさ何もなくってもパキって言ったりとかさ、なんか加湿器がファーって鳴ったりとかあるじゃん。
るじゃろ。音に敏感すぎるみんなが。もう。ほら今もパキって言った。いろんな意味で心配。え、どんな、どういうことなん。どういうことなん。何、なん、なんの、なんですか。まだ、ありがとう。悲しい。突然お話し会行ったら嫌がりますか。いいえ、もう喜びます。大喜びです。もう踊ります。わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい。ぜひ。だからなんか今お話し会の再販しようってないよ。私全然気づかんかったわ。話し会の再販ぜひ皆さんお待ちしてます。3月12からのやつかな。もう最後らへん。D 日程、え、そうなの？ D 日程とかあるの？3月12が、あ、そうだ、なんか再販、そうだね、してて、その次あるのが2月23だっけなんですけど、直近のがだんだんなくなってくのよ。そうなのよ。ぜひぜひ。そう、そういやさ、3月にさ、3月の18日ぐらいにさ、なんか愛媛県のさ宇和島市ってところでね、イベントがあるみたいな、なんかフェスじゃないけど、なんかお祭りじゃないけどみたいなのがあるってさ出ててさ、うちのお母さんがさ、まいちゃん出るのみたいな言っててさ、そうで今日でもなんか出演メンバー出てて、出なかった、悲しい。愛媛行きたい、愛媛行きたかったですね。発表され、なんか発表されてるっぽくて、なんかある確定なのかな、あの公式 ST の公式からは出てないんですけど、でも四国メンバーです。宇和島なのに、宇和島めっちゃいいとこなんですよ。宇和島好きよ、行きたい。四国メンバーで組まれてます。
そう、宇和島行かれることがあったら宇和島、あ、なるです、宇和島鯛めし、愛媛の有名な鯛めし、宇和島鯛めしってのが有名です。遠いかも。なんか愛媛でも高知寄りの方なんですよ、もうちょっと下の方、愛媛のあのもっとこのプーマみたいになっててのお腹ってか、もう足寄り、足そんなに下じゃないか、いやでも高知寄りだったはず。車ないと厳しそう。あのね、確かにあの開催されるところはね、結構あれあ、まあバスで行けるか、バスで行けるかな。私宇和島よくバスで行ってたので、そうバスで行けますかね。宇和島内のバスで行けそう。飛行機、松山空港まで飛行機で乗ってきて、そっから歩いて宇和島に来る。松山から宇和島は遠いんですよ。そうですね、電車かバス、まあ2時間かなぐらい2時間ぐらいあったら来れるかな、わかんないけど、ちょっと遠いです。多分どちらも2000円ぐらいはかかります、絶対に片道、うん、ルート設定雑、自力で。電車、うん、愛媛の電車ね、あれなんだよ、あのパチンパチンしてくれるよ、こう改札ピッパーみたいな感じじゃなくて、こう一枚一枚渡してパチンパチンしてくれます。であとあの見に来てくれる、乗ってる時も私の切符をね、なんか見に来てくれるから、車でないと厳しい。車あったらいろいろいけそうね。スイカ使えん？え？分からん。スイカって使えるんかな？さ、交通系なんちゃらかんちゃらのみたいな持っとらんの？ IC カードか、持っとらんのんよ。あれ電車じゃないよ、あ、汽車？なんかさ、愛媛の人ね、汽車って言うんだよ、私もまあ言ってたんだけど、でもあれ汽車なの？汽車と電車の違いよく分からんけど、あれ汽車なのかな、なんか、まあ、汽車と電車の違いが分からんくて、でも平行移動します、あのガタンゴトンして。やっぱり変な音するわ、なんかプシュー何の音なんじゃろ、ね、なんか変な音する。私の家ってか部屋汽車みたいな音した、プシュー。空調か、電気で走る
から電車、えそう、ちょっと聞いてほしい、どこで電気で走ってるか、どこでこう判別するん、どこを見たらさこれは電気だなとか分かるん、何パンタグラフって、何それ、パンタグラフがあるかどうか、え何パンタグラフって、電車の何、電車の上、ん電線、電車の屋根についてるやつ、へえ、なんだそりゃ、音、ユミニーさん詳しそう。みんなし、でもよく知ってる。なんでそんなの知ってるの？パンタグラフ。パンタグラフって言葉今日覚えたけん、これから使ってこう。これはパンタグラフがあるから電車だよって。あ、これ愛媛の電車これから見極められるわ。愛媛汽車なんじゃ。それがパンタグラフってのがあるかちょっと分かりません、見てなかった、そんな。ちぐありがとう。市電見ると、えあのさ、こう上にさ線みたいなんでさつながってるやつ、なんか電柱から生えてるやつって電線だっけ、あれあれみたいなやつ、それのこと、タコありがとう、いいのありがとう、電線みたいな四角形、え、なんか想像はつくんやけどね、わからんわ。電線分からんよ。でもあ、なんか愛媛に、愛媛だけじゃないのかな、アンパンマン列車ってやつがあるんですよ。アンパンマンの絵柄がもうすごい描かれてて、カラフルで可愛いなんか柄の車両がいっぱいあるんですけど、あれにはパンタグラフってやつがないのかな、あれは列車なのかな、うん、見たことないや。これ汽車？新幹線ある？新幹線ない。新幹線ってさ、速い電車みたいなもんだよね。
そうだよね。だから新幹線はありますね。近くにも新幹線があります。めっちゃ誰か廊下で話しとる。部屋の中に入って、廊下で誰かの笑い声がめっちゃ聞こえてた。聞こえすぎ？そう、私の声も聞こえてんのかな。クマありがとうございます。新幹線はパンタグラフから火花が散る時があります。やばいじゃん、早すぎてってこと。新幹線の定義ってなんなん。早いけん新幹線な。なんなんですかね。そういうわけでもない。線路が違う。まあ新幹線ね。でも私一番思うのは、新幹線は鹿児島から沖縄新幹線があったらいいのになって思うんですよ。新幹線ない作らないかな。沖縄から鹿児島までの新幹線。海の上を、まあ海の上、上、海の下もできるってこと？海底に？え、でもそう、青森から北海道ってなんかつながってますよね。ねえ、なんかつながってる。青函トンネル、それそれ。だから山口と福岡つながってるよね。橋があるよね。え、橋よね、あれ。橋あるくない？あれトンネル？橋？関門トンネル。そうなんです、いっぱいつながってる。広島と愛媛つながってない？つながっとるんよ、これが。愛媛は今治ってところ、あの上の方、四国のもう上、愛媛上の方、今治からそうつながってる橋、しまなみ海道ってところ、そう橋で渡れるの。うん、私も渡ったことあるよ。
フェリー、あ、フェリーもいいね。のど自慢の帰りはしまなみ海道を渡ったの。そう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 、なんかのど自慢が午前中に、午前中っていうか、まあ午後か、午後っていうかお昼かにあって、で午後からあの5周年コンサートがあったんだけど、もうしまなみ海道すぐに渡っていきました。あ、車でそう行ったんで、ヘリコプター使わなかった。クマありがとう。STU ヘリ購入しないかなマジで購入してほしい。 STU フェリー、フェリーじゃなかった、フェリー、フェリーとヘリが混ざった、ヘリヘリヘリコプター、乗ったことない。え、乗りたい。あのなんだっけ、コードブルーだっけ、あれ見てめっちゃヘリ乗りたいなって思ったことある。乗りたい。あ、ドクターヘリ、それ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 、なんかお祭りとかでさ、ヘリ乗れますよみたいなやってたことあるけどな、一回も乗ったことないな。酔うよ。私乗り物酔いする人なんや結構。どこのお祭り？なんかね、レンゲ祭りっていうお花のレンゲ、わかりますか？あのレンゲが咲く季節にレンゲ祭りっていうお祭りが愛媛であって、もうなんかよく毎年行くお祭りだったんですけど、地元に住んでる時は。そう、なんかいろんな変わったちょっとイベントやってて、今はやってるのかな、わかんない。おしゃれ。なんかね、その開催されるところがすごい、もう田んぼがすごいいっぱいあるところで、お米がいっぱい育てられるところだったんですよ。でその季節に田んぼに泥いっぱい、あのもうすごいシャバシャバにの泥をいっぱい用意して、その中でサッカーをするドロンコサッカーっていうイベントがあったりとか、なんかお祭り内でヘリ乗れますよとか、なんかすごい変わった催しをいっぱいしているお祭りがあったんですよ。ちょっと今はなんかあるか分かりません。どうなんでしょう。中止なのかな、なんかお祭り中止とかよくあるよね。なんかコロナが流行ってさ、悲しい。
中止嫌だー、嫌だー。私もなんか祭り開催したい、マイキュー祭りなんか祭りやりたい、お祭り大好き。フェス、フェス、フェス、いっぱい屋台も出したい、屋台もいっぱい出して、めっちゃやりたい。フェス？スーパーボールもいっぱいしたい。どんな屋台ですか？ラーメンとラーメンの屋台5個ぐらい出して、で、あとはお寿司の屋台も出そう。お寿司の屋台も5個ぐらい出して、で、あとはお腹鳴ったんだけど、ご飯の話してたらあとは、お肉がいい。お肉と、なんかジュース。ミックスジュースと、あ、クレープもいる。クレープと、好きなもの詰め合わせする。かき氷必要、アイスもいる。お寿司見たことない。ねえ、確かに、え、絶対お寿司出したら売れるよ。ねえ、お祭りの屋台の誰かお寿司出したら私が買いに行くよ。あー、まあ夏場で生ものが厳しいんかな、外で。焼くしかないな。多い？そうかね。夏でも私がやるんだったら春にやりたい。春がいいな。まいちゃん何焼いてくれる？私焼かない私食べたい。私は焼きましょうっていう。ちょっと誰か電話鳴ってるもう壁薄すぎ。マイキューの声聞こえてるかも。いっぱい聞こえさそう。ずっと奥の人喋ってんなみたいな、なんか向かいの人ずっと喋ってんなみたいな、なんかずっとブツ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 なんか言ってんなみたいな。
めっちゃ怖いよね。でもずっとひたすらしゃなんか一人だけの喋り声が聞こえてきたらさ、独り言多いな独り言え、確かに今私さっきさここでお腹空いてますかとか言ってたけどさ、多分それめっちゃ大声出したからさ絶対聞こえてるわ。お腹空いてますかもう廊下にお腹空いてますかみたいな響き渡っ、怖、何言ってんだみたいになる。壁が薄い、え、でもさなんかホテルって割と壁全部薄くない？私なんかめっちゃ前にさ隣がユミリンさんでさ、ユミリンさんと壁越しに会話したことあるよ壁って薄いもんだよ。カチカチ音、あ、これスマホリングがね、ちょっと外そう、外すわ、音がうるさいんかな、これがね、このなんかさめっちゃさスマホリングのさカチカチがなんか緩くなっちゃったんよね。そうなんだ、これが千穂ちゃんとのプリクラ。ちょっと汚れちゃった、ずっとスマホ入れてたら。んこっちだ、これあの浴衣で撮った夏に、なんか すごい汚れた、汚れてます、悲しい。ずっと入れてたら汚れるもん。これこの間撮ったリオちゃんとのプリ、これも入れてる、じゃん2枚。スマホケース、ケースありがとう。中村舞です。ありがとう。プリクラとかさ全然撮ってなかったけんさ、最近久しぶりやったわ、めっちゃ緊張した。プリクラでさ何のポーズするっていう時間がすごいね、もうね大変なんですよ、もうポーズが決まらなくて決まらなくて。カウントダウンする分かる、もうめっちゃあっあーってなります。過激な加工、まあ、確かに目がめっちゃ大きくなる。今度これで撮ろうかな、こんぐらいの目にしてほしいこんぐらいの目がいい、少女漫画みたいな目がいいな。
加工いらない。でもプリクラは加工がつくもんなんですよ。そうなんですよ、皆さんもプリクラ撮ってみてよ。加工が勝手につくのよ、あれは。え、コンコンコンされた？あ、隣の部屋か。ハートだるま、ありがとう。あれ勝手になるの？そうそうそう、プリクラの、ま、機種にもよると思うけど、結構顔をこうギュンって小顔にしてくれて、目もめっちゃバーンってでかくしてくれるのよ。本当よ。でちょっと髪もツヤっとしてくれて、で勝手にね、多分すっぴんで言っても勝手にメイクしてくれるの。もうリップとかもアイメイクとか もう全部メイクもしてくれるの、プリクラが。ね、すごいよね。ありがとうございます。撮る行為を楽しむ。え、そうですよ、プリクラはなんかあれですよ、あの加工がっていうのじゃなくて、そう撮って思い出としてなんか撮っておくっていうか、なんかなんかそういうものなの。そうそう、シールとしてすぐに印刷してくれて。そうなんだよ。落書き、そうでも私落書きさめっちゃ下手なの、本当に。あとね、これ多分友達とプリクラ行けばあるあるだと思うんですけど、その友達がどれくらい落書きをするのかとか、そういうのが分かんなくって、やっぱなんか友達に合わせたいから、その落書きをした方がいいのかしない方がいいのかみたいな。すごいね、いろいろあるのよ、センス問われる。え、そうなんや、全くセンスがない、本当に。落書きがめちゃくちゃ苦手で、センスがない。さ、なんかさ、あの学生の時もさ、終わったとか言って、うーんとかって、あの友達とかのちょっと落書きをこう横目で見て、あ、書いてんのかなみたいな。どんな、どういうタイプなんじゃろうみたいなのを確認して、そう、落書きのセンス。お疲れ、ありがとう。いや、画伯なのにって言いますけどね、私があのプリクラに急にさ、ここのさ、例えばここの空いたスペースに私がなんか絵描いたらびっくりしません？まあ、え、なんで今ここに描いたみたいな気持ちになるじゃん。え、え、え、みたいな。多分
びっくりするじゃん、な脈絡もなくここに突然私の絵を描いたらさ、なんでこの絵急に描いたみたいななるじゃん。え、いいねみたいな、二人の写真に今これ描いたみたいななるじゃろう。みんな嬉しい。ほんと？なんかさそういうならみんなとプリクラ撮りたくなった。なんかないかな、スペイベとかでプリクラみたいなないかな。みんな あチェキね、チェキね、チェキね。え、そうそう、この間チェキあったけど、あ、チェキじゃないわ、あれ普通の写真だ。チェキないね。チェキはめっちゃ前に一回あったかな。あったわ、前にあったわ。マイキューの絵100年後価値出そうだよね。嘘、私がさいなくなった後に価値出るタイプのやつ、なんかあるよねそういうの。私の絵さ将来あのなんか美術館とかに飾られてるかもしれんよね。なんかあの時中村舞が残した絵みたいな。ピカソ、美術館にね飾られるかもしれません。美術館、いやもう書きだめとかんとね、あのもうずっと生きてる間。この間リオちゃんにさ100年後には私のことをなんかリオって呼んでくれたら嬉しいですみたいな言われて、100年後って私123歳、123歳、もうおばあちゃんなんじゃけどみたいな、もうおばあちゃんで、おばあちゃんになってからリオってリオって呼べばいいんかいねへえ、100歳、100年後って言われたからね、だいぶ遠いよ。123歳ですから、123歳、世界記録。え、そうなの？123歳？いや、リオちゃんも100歳超えとるけどそうよ、今でもリオって呼んであげて。うん、でもなんかなリオちゃんになれすぎてリオちゃんって自然と言っちゃってさ、意識したら呼べるかもしれんけど、呼び捨てにしてほしいの、付き合っているみたいに。でも私呼び捨てしてるメンバーおらんかも今。あ、ソラハって呼んどるわ
ソラハはソラハじゃ、ソラハって呼んどった。オキちゃんはさ、オキちゃんなんだけど。呼び捨てにされたことないな、メンバーから。そもそも Q が舞の周りにつきまとっているのでそうですね、舞呼びはいません。ココアさん、ココアさんはね、昔は舞って呼んでたけど今はね、舞呼びだっけな。ココアさん、ココアさんね、結構変わるんよ。舞呼びかな今。なんかいろんな呼び方される。今なんなんやろ、舞呼びなのかな。私はね、舞って呼んでた。舞舞って。私さ、おきちゃんがさ、おきちゃんに私舞ちゃんって呼ばれるんですけど、たまに私のことマイキューって言うんですよ。さ、マイキューって呼ばれたらすごい心の距離を感じるよね。なんか急にマイキュー呼びされたら、舞ちゃんからマイキューって言われたらちょっと、なんだろう、急な、なんか、なんですか、おきちゃんに対してだけなんかたまに思う、なんか急に距離置いてきたみたいなめっちゃなんかね、まいちゃんっていつも呼んでるのに急にマイキューって言われたら、え、なんかこれなんでなんやろ、わからん。なんかでもね、普通になんか普通にプライベートでたまにマイキューって呼ばれるんですよ。急に壁を感じるからちょっとやめてほしいですね、あれなんで、あの、でもね、全然なんか本当に話のなんか流れでマイキューって。でも多分オキちゃんも気づいてないと思う、あんまり無意識っぽい。キポって呼ぶことはないかも。あきちゃん、スタッフさんになんて呼ばれてる？中村もうスタッフさんにはもう中村ですね。マイキューって呼ばれる時もあるし、中村、まあ、でも基本中村。温かみがない。でもなんか学校みたいなもんよ。学校の先生ってさ、名字でもさ呼び捨てするじゃん。それみたいな感じ。なんか温かみがないわけではないんですけど、学校っぽい感じがする。千穂ちゃんはどうなるか。千穂ちゃんは千穂石田ち千穂ちゃん。なんか何かに書かれてるときは石田ち石田みって書かれてるときをよく見ます。なんかか、なんか物とかに書かれてるときとかに石田ち石田みみたいな感じで、そう
千穂ちゃんと南さん同じ名字だったらね。川又あ川又ゆみたいな。中村さんが3期生で入ってきたら中村キュー私が中村キュー担当、中村キュー。です。かわいい、ありがとうございます。でもさ、まだわかんないよね。だって名前公開されてない時点だよね、確か。今なんか番号で呼び方とか考えたり、なんか別の名前ニックネームとかつけたりする時だよね、まだね。中村さんがいるかはわかりません。マイキューその時なんて名前してた。マイキュー83番っていう番号だったのでヤミーちゃんにしてた。ヤミー、闇深い闇。闇闇の闇闇の闇。そう、美味しい方、いろんな意味がある。自分の名前言わないからさ、相当不安だったよ。本当に自分の名前言っちゃったらどうしようみたいなね。多分言ってないはず。あの一人称が多分私だったので、これがさ、マイねとか言ってたらさ、多分言っちゃうかもしれないけど、私だったから言ってなかった。ね、一人称マイね今日ねみたいな言ったらあれかも、あーってなる。出勤さんありがとう。中村マイです。言ったらどうなる。え、どうもならんよ。どうもならんけど、あ、この子マイって言うんだみたいな思われるくらいじゃないかな。マイって言うんだみたいな。本当になんかどうにもなりません。そう、名前がバレちゃうだけ。小さい頃からずっと私かも。そうなんだよ、名前呼びしないんだよね。でも私あのプライベートだったらふざけて「マイこれ!」みたいなの言うけどたまにふざけてね。けど基本私呼びだな。うん、昔からそうだ。
姉貴の名前は、あ、お姉ちゃんのことは普段名前で呼んでないのであんまりいや名前で呼ぶ時もあるんですよ。4割名前で呼んで6割は別の名前で呼んでるので、あんまり、そうですね、なんか真剣なモードとかになったら、まあちょっと今言いそうだったわ、怖っ。お姉ちゃんの本名を言うんですけど、 いつもはあのなんかニックネームとかで呼んでるから。今は別のニックネームがあるけど教えない。秘密。お姉ちゃん、え、私お姉ちゃんって言ったこと一回もなくって、実は。そうなんですよ、そうなんです、そうなんです。お姉ちゃんはずっと昔から舞呼びです。なんで教えて、え、分からん。でもなんかお姉ちゃんが昔に私になんかお姉ちゃん呼びさせようと頑張ったらしいんだけど、動画が頑張っても本名しか呼ばなかったんだって。私がちっちゃい頃、あんま記憶ないんだけど、だからもうそれで定着しちゃったみたいで、そう、なんかちっちゃい頃からそうだったらしい。そう、でもだからお姉ちゃんって呼んでって言われた記憶がほぼない。聞く身を持ってないちっちゃい頃の私、多分めっちゃちっちゃい頃、そうよ、お姉ちゃんって呼んでいい、え、私のこと私さ、昔バレエでさ、ちっちゃい子にマイネーって呼ばれてたことがあってさ、マイネー呼んでいいよマイネーってマイネー、すごい、みんなが呼んでくれるまあお姉ちゃんキャラな感じじゃないんでね、ちょっと。うん、でもそう、なんかバレエしてたらちっちゃい子が多くて、そのなんだろう、いろんなクラスがあるから、年齢差あるの STU みたい。え、もうでもバレエは赤ちゃんがいました。赤ちゃん2歳とか3歳とか、赤ちゃん、赤ちゃんです。バブバブしてたよ、かわいい赤ちゃん。もうステージに立っただけで偉い、もう赤ちゃん。踊れるの？赤ちゃんはね、スキップとか練習するんですよ。3歳とか4歳とかスキップとか、あとはあの何かな、ジャンプとか
こうビヨーンって何かジャンプしたりとか、あとはなんかちょっとしたステップとか、あとリズム感とか。そうですよ、なんか手叩いたりとかパンパンって。その頃の記憶は私はない。私は2歳からやってたんですけど、一個も記憶ない。2歳の記憶、2歳からバレエ何するんだろう、スキップとか足トンとかポーズ決めるとか、なんかそんな感じ。トーシューズ何歳から、小早い子は小3とかじゃないかな、小4。私は小3で買ったけど小3履かなくて小4とかで履いてたか。2歳でも演目に登場シーン、2歳はないかな、まあ、出ないかな、うん、もう泣かずにステージに立てたらもう偉いみたいな感じかも。そうだね、2歳演目には出ないかもね。ハッキューバレエ、バレエしないです。お母さんはバレエ別してない。でも私本当は日本舞踊かバレエかどっちか習うって予定でバレエ始めたんですよ。だから私が日本舞踊を習ってた世界線もある。でも私のこの舞っていう字は、あの桜が舞うとか、あと踊るから来てるんですよ。なんであの舞から来てるので、そうなんです。私は踊る運命。日本舞踊はどんな感じかな、なんかセンスとかこう広げるやつじゃない、ファって。踊るよ。チリパまであと3分。うっそ、そうなの。57分だ。え、みんなあと3分後には、3分後には公開されるとは限らんか。うん、そうだね、まだか。じらされそう。そうだね、じらされるだろうね。だって最初に公開しちゃったらね。ねえ、ありがとうございます。ミュージックビデオもね、早く公開されたらね、いいね。
リアタイで聞く配信。いや私端末1個しかないんですけど、ちょっと流してもらっていいですか。この iPhone しか持ってない。私歌おうかな。息をするかから。今みんながここだよって教えてくれたら歌う。世界最速？私が？ダメですよ。あれみんな今流れてないのに、もう流れたよ歌ってとかってくるってこと？ダメダメダメ。引っかからん。この時計を見とけば。もう終わったよ。嘘つくなー、こらー。ミュートにして歌うのは、怖い。私こういうのあんまなんか本当はミュートにできてないんじゃないかとか考えるんじゃけど。始まった。いい曲だったね。こら、聞いてから言いなさい。ねえ怖い。歌詞いいねとか来る。絶対嘘じゃん。怖い。ちょっと怒っとこう。プン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 。なんなんだか本当に。コンチリー。おニューの楽曲、そうですよ。今あの9枚目シングル関連で歌える曲は笑顔のチャンスのみです。その人があるらしい。いくつもの青やいくつもの赤があるって、この目で見て知ったよ。ね、いい曲だよね。あ、見てください、ミュージックビデオ。YouTube、 ああなんか後から公開される。そう、コンチリって、コンチリはこんにちはチリメン。あれこんばんは、うん、こんにちはちりめんで合ってるはず。こんちりー、
なんかユミリンさん考案の挨拶らしい。コンチリ、これがもう定着して、そうコンチリってみんな言ってるの。コンチリこれ、チアチリメンパーティーかな。コンチリチリ、チリはチリメンパーティーのチリ。あ、こんばんはか。まあこの時間帯だったらこんばんはなのか。こんばんはチリメンパーティーなのか。こんチリ。そうなの。使って。ちりめんじゃこかと思ってた。ちりめんじゃこパーティーなんかじゃこじゃこしてる。合ってるっちゃ合ってるんじゃない。ちりめんパーティー、ちりパス転するとね、ふりかけ、いやふりかけ、あの当選した人がなんかふりかけもらえるよね。私はちりめんパーティー行きたいな。最後に行ったのいつだ、ソラハとかな。いつまであるんだっけな。半30分ぐらい。まあね、5分だから。そうだね、多分20、どんぐらいで流すんだろう。25ぐらいかな。タイムラグがあるらしい。で、私はあのあれですよ、聞いてないんですよ今。そう、私はこの配信終わらないと聞けない。そうよ、一緒に歌う？別の曲でも歌っとく。MV もう撮ってるか。はい、撮ってますよ、もう。3月発売ですので、うん、ありがとうございます。寒かった？皆さん聞いてください、 STU の MV はいつも寒いです。寒くない時はありません。毎回寒いんです。ヘタレたちよ、あ、ヘタレたちよは寒いと暑いが混合してた。なんかこう暑い、ダンスシーンは暑いけど、朝焼け、朝焼け、なんか朝のね、朝日見るシーンは
めちゃめちゃ寒かったし、なんか秋になるぐらいだなっていう時に撮影したんですよ。なんで夏が終わってちょっと半袖で肌寒いなぐらいの時もあるし、あのダンスシーンは長袖だからめちゃくちゃ暑いみたいな、どっちもあるみたいな MV でした。STU の MV は寒いです。なんかね、こう日が出てたらまだ大丈夫なんですけどね、日が落ちて外で撮影するってなったらもう本当に寒くて寒くて泣きそうになる。めちゃめちゃ寒いです。もうカイロ。泣いた？いや、でも私なんか毎回、いやこれは無謀な夢は覚めることがないが一番寒かったから、それに比べたらまあ大丈夫だなっていつもなんか無謀を思い出すんですよ。無謀が一番私の中では寒かったので、無謀と比べたらこれはまだいけるな。もう寒かった。しかも無謀は見ていただけたら分かると思うんですけど、あの日が落ちても撮影してるんですよ。であの MV を見たら、こう最初から最後まで行くと、最後はね夜の撮影なんですよ。もう一番最後のサビとかは結構暗い状態で光照らして撮影してるんですけど、夜の真冬の海で12月って裸足で本当に寒くて寒くて、そう日が落ちてから寒すぎる。もう一回見たくなった。いやめっちゃ綺麗よ秩父ヶ浜。裸足、そう、いや本当に足湯が用意されてる現場がなんか初めてでこんなに足湯、なんかもうポットが出てきたもん。ポットが出てきて、めっちゃスタッフさんが足湯を作ってくれてて、みんなちょっと休憩があったらすぐに足湯に浸かるみたいな。え、なんで裸足だったんだろう。え、分からんけど砂浜だからかな。もうの撮影、いや私さ、無謀な夢は覚めることがないの衣装あんまり着なくてさ、多分最近ももう本当に着てないんですよ。なんでどんな靴だったのかが思い出せなくて、なんか旅みたいな靴だったかな。え、なんか着てなすぎて、なんかそう MV は裸足だったので、白いやつだったかな、なんか、記憶がそうあんまり着てない。多分無謀の夢は覚めることがないの衣装、ただヒールとかはない衣装でしたね。
靴飛ばしてたの大好きね。大好きな人は靴あれ飛びがちの、そうだね、脱ぎやすいちょっと脱ぎやすい、そうだね、大好きな人ちょっとヒールがあってね。でもあれめっちゃ可愛いよ。しかも私大好きな人の衣装めっちゃ好き、可愛い。あれもあんまり着んな。シングルのなんか服はあんまり着ないですね。だって最近風を待つも着てないし、思い出せる恋をしようの衣装も着てない。なんかこの間スタジオが着てて、おーってなりました。おー、スタジオが、スタジオってなんか紫のカラーのイメージだからさ、すごい合ってる。ありがとう。もうこういうかわいいよね。ね、なかなか着る機会ないけど、独り言もあんまないけど、いつもとは違う。花束ありがとう。え、あともう10分ぐらいでもしかしたら公開されるんじゃない。今14分。おもこいいよね。私おもこい曲好きなんだよねどんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。くま、ありがとう。番組後半だって、公開は。もうすぐ後半じゃない。うん、今から後半じゃ。リクアは投票しないと、え、今日までじゃない？リクアは、え、今日までじゃない？今日まででしょ？明後日か。あ、全然今日までじゃなかったわ。あとちょっとだ。1週間ぐらいだった投票期間。あれ？花だれ公演って何曜日にあったんじゃっけ？日曜日発表されたのが日、あ、そうか。全然1週間経ってなかった。焦った？あ、ごめんまだ悩んで。ビビらし夜で、そんなビビらそうと思ってない、ごめんごめんすぐ決められないから19まで助かる。でもあと2日しかないよ。もう明日、もうすぐ明日になるから。え、公開？うん、公開だって。今16分、あ、17分。これは時計あったんかな。降る？フル尺初オンエア来た。何分かな、え、分かんない。分数がもう気にしたことなかった。何分の曲だろう。4、5分。疾走感あるありがとう。 YouTube は番組の後、そう、公開されてから。どうも
ありがとう。あ、私オーバーチュア歌った方がいい。オーバーチュア歌えんわ。 Are you ready? Are you ready? STU Fourier STU Fourier Come on. Are you ready?どう来た？ありがとう。転調が多い。転調な、確かに転調多いわ。多いです多いです。なんか結構割と早めに転調したりする。転調多い。もうすぐ。行く？来る？私もじゃあミュートで歌おだまで来てるの。好きだ好きだ。みんなが好きだって言ってるもん。好きだ好きだ。2番入ってるだって。まだ。ありがとう。明日になれば千穂ちゃん歌割り来てる。
あの確かに息っていう単語めっちゃ歌詞にいっぱいありますね。息の仕方変えよう、あそこ私の歌わりだよ、にゃん。好きだ好きだ言ってるみんなが好きだ、ちゃん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 、タロロンドンドン、あんたばあたりがた。店長多いよね。今 D メロぐらい、じゃあ比べないで、あ D メロ、あふふふ、聞けてないよ。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで、吸って吐いて自分のペースで。これ D メロ、お好きだ。え、もう終わるんじゃない？今24分。肩の力が抜けた肩の力が抜けた。好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ。終わった？終わったらしい。チュキンさんありがとう、仲間の前です。公開されました、公開初オンエア、どうでした？ MV も楽しみだね。私もまだ MV ちょっと見てないので楽しみです。君に教えられた孤独ではないこと、前向きになる曲、確かに転調えぐい。サビの1サビの1サビの途中から転調またするんですよね、うん、そう半音上がる。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。あーあーじゃないわなんだっけああーで合っとるか。あー夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、もっと楽しそうに生き、なんだっけ歌わりじゃないとこわからん。そんな
意識は捨てたい。ちゃ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 んちゃんちゃん、ちょろろろちょろろちゃんちゃんちょろろ。あ、クマありがとうございます。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好き、ここ店長になって、肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。好きだ。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて、自分のペースで。トゥ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 、クマありがとう。トゥ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 。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。え、この後、あ、もう半じゃない？半になったよ。誤解されるされてる。確かにちょっと早いかもね。早めの疾走感っていうの、早めの曲かも。公開ぜひ見てください。ニュースやってる。もう半なんか半。チキンさんありがとう。中村舞です。春っぽいでしょ。なんか春っぽい、春っぽくはないかも。春っぽくはないかもしれません。私的には初めて衣装を見た時はわお芸術的って感じ。芸術的だった。感じ。店長確かに多い。もう歌い放題？これで鼻歌してももう大丈夫なことになりました。よかったです。
あとはカラオケに入ることを祈るのみです。さんさん、ありがとう。カップリングまだ、え、カップリング知らん。笑顔のチャンス以外は知らないんですよ。あのナイーブのイベントの曲とかも知らないし、もう一個の曲も知らない、聞いてないのよ。そうそうそう、そう、だからめちゃくちゃ気になります、どんな曲なのか。多分ありがとう。そうそうそう、もう今宵も終わるぜ。自然淘汰、え、自然淘汰、それ何タイトル名、自然淘汰、え、これ自然淘汰って読む、自然淘汰って何や、え、なんか四字熟語だ四字熟語どういう意味なのか分からん。自然淘汰、自然消滅的な、え、そうなん、ちょっとなんか暗めの曲なのかな、弱肉強食的な、え、弱肉強食消えていく感じ、残るものは残る、え、なんか気になる、弱肉強食的な意味、あ、そういうこと、サバイバル、めっちゃ気になる、どんな曲なんそれ、消えるものは消える、あ、なんかその何ですか、環境に馴染めないと消えるものは消えるよみたいな感じの意味、それってなんかちょっとネガティブ系の表現なんかな、何やったん、生き残り？サバイバルじゃん。でもどういう曲なんか知らん。え、でもすごい気になるね。なんかタイトルでさ、え、どういうことってなるもんね。めっちゃ気になる。なんか厳しい感じがする、厳しそうな曲な感じがする、うん、分からんけど、
初めて聞いた四字熟語が覚えると四字熟語です。ヘタレたちも最初タイトル聞いた時なんだってなった。あーなるよね。なんか私たちはタイトルは先じゃないんですよね。なんかタイトルは後なんですよ。基本歌詞が先に来るので、だいたいタイトルはまだあんまり決まってないカッコ仮みたいな感じで来るので、なんかタイトルから想像するのって面白いよね。タイトル違う、いや、なんだったっけな、なんかあったっけな、なんか仮歌はすごい仮歌だったなんかなんかすごいね、仮歌だったのルル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 ルで、後から全然そう歌詞変わる、仮歌みたいな感じで来る。買ってくれたコーヒーの味が消えない、これコーヒーの味が消えないって言いながら振り入れして、で全然違う、最初違って、そう歌詞が全然違ってでそう仮歌全然違うのが来る。ほんとありがとう。4-1終わっちゃうぜ。歌詞が変更になった曲、あるんじゃないかな、分からん。どうなんやっけ。でもなんか秋元先生が迷ったのかなって思う歌詞が来る時ある。なんかこう歌詞が来てバーって、その時になんか〇〇って書いてるけど、カッコで赤字で〇おわ〇〇ってか書いてあって、あこっちかこっちの歌詞で迷っとんじゃなこの部分みたいな秋元先生迷っとんかなみたいなっていう、なんか迷った形跡がある歌割りっていうか、その歌詞が来る時があって、こっちかこっちで迷ってるみたいな。でもね、なんかしっくりくるよね、決まった方を歌ってると。
ごいよね。ギリギリまで考えてくれてる。ありがとうございます。あなたもありがとうございます。なんか無謀な夢は覚めることがないの時に、歌詞歌割り歌詞が何回も送られてきて、本当に何回もその日に何回も何回も送られてきて、何回も変更があった気がする。無謀な夢は覚める。多分すごいなんか悩んでもらってた。遂行すごいよね。うん、レコーディングの時じゃなくてね、 MV の時かな。そう MV、 あのレコーディングの時はもう大抵ほぼ確定でもう決まってるんですけど、そう MV 撮ってレコーディングなの。MV が先？そう、MV が先です。え、そうなんですよ。レコーディングはもっと後の方にやります。そうなんです。リップシーン、リップシーンは来た歌詞だから、あのいつもあのレコーディングの時にいつもお世話になる方が歌った仮歌があって、仮歌ってか歌があって、その歌に合わせてリップシーンをするんですけど、こう口をパクパクして、でも歌詞が分かんないから先読みっていうのをしてもらって、先に読んでもらったのを聞いてやります。そう、追っかけで歌います。なんでなんかどういう感じかっていうと、ちゃんちゃちゃん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 ちゃちゃんちゃ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 んちゃちゃん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 ちゃちゃ、もしこの世界から、もしこの世界国境が消えたら、国境が消えた、争うことなんかなくなるのに、争うことなんかみたいな感じで、その歌ってる時に次の歌詞が聞こえてくるんですよ。その次の歌詞を聞いて、あ、歌うみたいな感じですそうなんです。なんかで見たことある？メイキングとかかな。そう、歌詞を先読みしてもらう。でももう歌詞は聞き込んでるから、メロディーは分かるから、そう歌えますね。鼻だれ、いや鼻だれはねやばかったんよ。鼻だれはあのダンスシーンがなくて、リップシーンっていうか歌のとこだけあったんですけど、なかったからこそみんな演技をずっと練習してたから、あのメロディーとかが分かんなくって、全然その来たばっかりで分かんなくって、本当に歌うのめちゃくちゃ大変で、そう、あれ鼻だれは難しかった、苦戦した。
菓子勝負、そう、お菓子勝負です。ありがとう。いや、合唱、いやね、花は誰のものさ、なんか合唱曲に確かに向いてるなって思ってたんですけど、なんかこの間研究生がね、すごいね、いっぱいね、ハモリとかね、うーとか言ってね、やってたんですよ、あのアカペラで。ありがとう。そう、私も混ざりたい。私もうー、私も混ざったらバレんかなバレる？私も混ざりたい。私もハモりたい。ハモハモしたい。ボイパ？まさかの？パーカッションとこ、私が口でやったらいい。鳥肌立つ、ね、鳥肌立つぐらいほんとすごいんよ。私もなんかうーとかあーとか言ってなんかみんなに混ざりたい。うーあーハモ、ハモりたい。ハモれーハモれーハモれーってなんだっけ、なんかなんかの火事にあった。ハモれーか、きっと誰だって誰だってあるだろう、不意に気づいたら泣いてること、理由なんて何もなんだよ、思い当たらずに涙がこぼれる、それはそばにいるそばにいる誰かのせい、なんだろう、ララ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 、心が勝手に共鳴するんだ。ハモれハモれ。今日は壁が薄い。私の歌声聞こえて、ハモレーとか言ってるの聞こえてる歌うなーって歌うなーって思っとるかもしれない。51、もう寝る時間、ニュース見ながら寝るわ。まだお風呂入らんといけん。ちょっとこのマイナンバーカードの申し込みが、ポイント申し込み期限がまためっちゃ伸びとる。なんかすごいいっぱい伸びとる。なんかさ、何月まででさ、2月まで、私それ忘れとったんよ。これもしかして私のために伸ばしてくれよ。すっごいの伸びとる。5月末になっとる。5月までってことはもうだいぶ先、 3ヶ月ぐらいめっちゃ伸びてる。これ私がさ忘れとったんよね、マイナポイントゲットするの。やけんもしかして私がマイナポイントまだゲットしてないと思ったんじゃろ。今マイナンバーカードの、なんか大変、マイナンバーカード、そう、申請に行こうと思いながら、そう、
もらった方がいいよ。いやそうよね、いつも忘れるんよね。カード作らんって、カードあんま作らんわ。ほんとなんかカードを作ったことを忘れてしまうそうなんですよ。しかもさ、私さなんか全部のカードを持ち歩くからすごいパンパンになってさ、いつもカードを探すとこから始めるんだけどさ、なんか保険証がさ新しく届くんですよ。でなんか定期的にで、その新しい保険証を入れてて、そしたら古い保険証も入れてるんですよね。もう全部の保険証入れてるから、なんか病院とかに行った時に保険証出して、あこれは古い方ですって言って自分で新しい方出すっていう、なんか本当にね、あの苦労することを毎回やってる。整理せんの？いや整理した方がいいよね、した方がいいなっていつも思うんですよ。その時は思うんですけど毎回古い方も新しい方もそう。古いのは捨てないと。え、あれってどうやって捨てるん？シュレッダーなの？回収されないの？うん、回収されないな。回収誰かしに来てくれるかな？くれるかな？いいと思う。切り刻むの？あれ。そうなの？そうなん、あれ個人情報、そう確かに書いてある。キャッ、あニュース終わったかも。めっちゃ個人情報。手紙ありがとう。いや、56分だった。今日もなんだかんだずっと話してた。うん、また明日ですね。明日また頑張るぞ。明日土曜日やんけ。みんな「いっぱい寝るぞ」って書いてる人がいる。いいなあ。いっぱい休んでみんな。やった。カラオケ配信で歌って。今度歌うシンクロニシティ練習しとこう。外涙流したい。大丈夫は元町さん、ピロミンさん、水吉さん、タカちゃんさん、ボンちゃんさん、中山フェスタさん、ケンジさん、刀剣太郎くんさん、きなぺこさん、羽ばたきキューさん、羽ばたきますパパさん、おいでませ元気さん、まゆたみさん、くまねパパさん、ありがとうございます。
おやすみ、おやすみ、みんな明日も楽しく自由に生きよう。またした。もうすぐ会えるしね、日曜日はね。おやすみ、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 おやすみ。また明日。ラブだよ。ありがとう。フフ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